全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。今日は年金事務所で障害年金の手続きを行い、帰りにサンマルクカフェに寄りました。長時間歩いていて疲れたので少し休憩したかったのです。アイスティーを飲みながらカフェの入り口を眺めていると、お客さんは2種類の行動パターンを持っていることが分かりました。1つ目のパターンはレジで飲み物を買ってから席を探す人、2つ目のパターンは先に自分の席を探し荷物で場所を取ってからレジに行って飲み物を買う人です。先に飲み物を買う人、先に場所を確保する人、それぞれに言い分があります。先に飲み物を買う人の言い分としては、カフェに入ってきた順番で並んで席を確保するのが公平だ。先に席を取ると余計な時間席が埋まってしまうため回転率が悪くなりお店にも迷惑である。先に席を取っている人を見ると自分のことしか考えられないのかと嫌な気持ちになる。先に席を確保する人の言い分としては、飲み物が欲しいのではなく友達とおしゃべりしたり勉強したりと快適な空間を求めてきているのだから先に席を確保するのはおかしなことではない。店内が混んでいる時などはお店の人が席の確保を先にするように促してくるから先に席を取っているだけだ。ちなみに私は先に飲み物を買ってから席を探すタイプです。特に理由はありません。強いて言うなら、多くのカフェは入り口近くにレジがあり、そこを通って席に行くような動線になっているからです。先に飲み物を買ってほしいと店側が意図していると考えているからです。とはいえ、店内が混んでいる時などで席を先に探すように店員に促された時は、先に席を探すようにしています。どちらが良い悪いではなく、考え方の違いから行動パターンが違うだけなのです。自分の考えと違う人を否定するという人もいますが、あまり意味がない気がします。しかし、障害年金においては、この考え方の違いが年金受給の有無に影響してきます。障害年金の手続きを行う人も、2つの行動パターンに分かれます。1つ目のパターンは自分で手続きする人、2つ目のパターンは障害年金専門の社労士に依頼する人です。自分で手続きする人、社労士に依頼する人、それぞれに言い分があります。自分で手続きする人の言い分としては、社労士にお金を払うぐらいなら自分で手続きする、年金事務所に聞けば手続きの方法を教えてくれるというものです。社労士に依頼する人の言い分としては、自分で手続きする気力がない、障害年金を受け取れる可能性が上がるなら多少費用を払ってでも社労士に依頼したい、どちらの言い分も間違ってはいません。自分で手続きするのも社労士に依頼するのも自由です。自分で手続きするメリットは、何と言ってもお金がかからないことです。一方、社労士に依頼するメリットは、障害年金を受け取れる可能性を大きく上げられるということです。あなたがどちらを選ぶか分かりませんが、うつ病で障害年金を考えている人は、私の魔法の靴というビデオを見ることをお勧めします。私の過去のエピソードを紹介しながら、障害年金の手続き方法を教えています。自分で手続きした時にどんな困難が待っているかも話していますので、自分で手続きするのは大変だと感じたら、私のような障害年金専門の社会保険労務士に相談ください。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。